こんにちは、宜野湾中 CG タイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。本日のお相手は相談支援係の与木恒隆と、福祉推進、すいません、生活支援コーディネーターの和受良子です。はい、2人でお送りいたします。宜野湾比率通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りいたします。皆様最後までお付き合いください。私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、 TCG の人と人とがつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っています。この番組ではメールメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 そして FM 宜野湾ではインターネットにてサイマル放送も行っております。スマホで聞くことができ、アプリリスラジオをダウンロードしていただくと、いつでも聞くことができます。そしてユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM 宜野湾と、検索していただくとホームページから見ることができますので、そちらからもお楽しみください。皆さんお気軽にコメントしてくださいね。はい、今日はね、2人で、はい、タスサコさん、はい、一緒によろしくお願いします。3名でお送りしたいなというふうに思っております。はい、今日はね、UU8FTMAとかいろいろ告知の方もありますので、はい、ぜひ皆さん楽しんで聞いていただければと思います。はい、はい、それでは幸せをつなぐ宜野湾中 CG タイム始まります。すみません。7月11日、宜野湾中 CG タイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。さて、この時間はふくふくトークとなります。この時間は宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えしていきます。今日のテーマは、UU8FTMA、タウンミーティングのですね、少し紹介の方と、チャリティーボーリングの方もですね、社協企画しておりますので、その部分を中心にですね、お話を進めていきたいなというふうに思っております。まず和明さん、はい、UU8FTMAについて少しご説明をお願いしてよろしいですか。はい、それでは、UU8FTMAタウンミーティングなんですけれども、こちらの方は、介護保険の改正によって、地域で地域の人が、元気でいつまでも住める地域をみんなで作りましょうということで、協議体設置が求められて出来上がった協議体なんですけれども、名前が UU8FTMA、普天間中学校区のエリアになっています。こちら の, タウンミーティングの方がですね、7月13日金曜日、6時半から、8時半まで、普天間3区自治会の方で行われます。こちらに参加いただける、方は普天間中学校区内にお住まいの方、または普天間中学校区内に、事業所や事務所を構えている企業さんや福祉サービス事業所、団体の方などの、ご参加をお待ちしております。今回はですね、テーマとして、普天間にある資源を知るっていうところと、居場所づくりの現状を、みんなで確認し合いながら、居場所についていろいろ話し合ったり、つながっていく場を、場となればいいなと思っています。はい、そうですね、介護保険改正に伴うというところですので、地域の高齢者の方々の居場所であったり、高齢者に限らず地域の方々がどういったことを求めているのかというところも含めてですね、はい、その宜野湾らしさ
かつ、まあ、普天間なので、はい、普天間中高区らしさっていうところが少し見えてくるといいなと思うんですけど、第1回はね昨年行いましたね、はい、そうですね、11月に、はい、第1回目が行われて、今年の2月に2回目、ね、そうですね、はい、じゃあ今回3回目3回目となってます。あで2回目の段階でですね、はい、UU8 フティーマという、うん、ネーミングも決まりました。はい、はい、この UU8 ってどういう意味だったか覚えてます？すみません私のグループからだったんですよ、はい、8は8時近いっていう意味だったはずなので、聞きました。みんなで結んでいこうってことかなと思うので、普天間だからフティーマ、はい、だったと思うんですよね。まあこういう感じで皆さんのでね、自分たちのことをこう考えていくっていうところでいいのかなと、ね、地域のことを考えていくっていう、うん、力をつけていくっていう場になればそうですねいいのかなと、はい、なかなかね自分たちのことを考えるってことなかなかないじゃないですか、うん、はい、で自分たちの地域のことをってなった時に実際知ってるようで知らないって多いのかなと思っているのと、うん、あとどういう課題があってどういった逆にいいところがあるのか魅力的なところがあるのかなっていうところをすごく、はい、気づかされる会議じゃないかなっていうふうに思ってるので、はい、その後のね、はい、飲み会の方もすごくそうですね、UE8 フティーマの独特なそうですね、飲めや歌えでそうですねつながっていくっていうところもそういったところもすごくいいのかなっていうふうに思うので、はい、ぜひね地域を知るだけじゃなくてまた人を知るっていう場所にもなると思うので、横のつながりっていうところもですね一緒に構築できたらいいのかなというふうに思うんですが、はい、ぜひ皆さん、7月13日金曜日、お時間の許す限りよろしくお願いします。お時間の許す限りご参加お待ちしております。多分夜は長いですからそうですね、時間の許す限り山内さんも前回ね遅くまでネーミングの時に参加していただいたんですよ、はいはい、ネーミング付けの時に夜なね結構じゃあ遅くまでと聞いています、はい、そういう形でね皆さん、はい、どしどし意見を言っていただいて、うん、自分たちの地域を良くするっていうところでね、はいはい、ご参加いただきたいなと。7月13日金曜日夜の18時半からですね、はい、20時半まで場所は普天間産区公民館自治会の方になります。自治会の方、はい、駐車場ね限りがありますので、はい、公共交通機関を使ってですね、はい、ご参加いただければなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。申し込みも必要ですか？申し込みはですね人数をあらかじめ把握するということで申し込み書というものもあるんですけれども、当日参加も OK ですのでお気軽にご参加ください。お待ちしてます。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。わけ、はい、さんちなみに担当になってみてどうですか？これまで昨年と業務が全く変わってると思うんですけど。そうですね、分かりやすく言えば 内勤から 外勤に変わったというような感じで、はい、もう出る回数が増えまして、はい、頭がついていくのがやっとです。大変です。車の中で外付けのハードディスク欲しいねって、はい、言ってて、あればねいいんですけど、あればね、8ギガぐらいの、はい、8ギガ、ギガぐらいのがあれば。8ギガ結構少ないですね。少ないですよね。少ないです。少ないです。うん、10以上。16ギガ。何ですかまた16ギガ。あ、倍で。ああそういう形でね、うん。やっぱいろんな地域の方々と、はい、つながっていったり知っていくっていうことなので、やっぱね私は逆に外勤から内勤に移った方なので。なかなか違うなっていうふうに日頃思ってるんですけど、やっぱり地域とつながるっていうことすごくね私たちにとってもすごく財産になるし、しかも普通に生活してると地域とつながることなかなかね最近なくなってきてると思うので、こういう場があるのはすごいいいと思います。ですよね、はい、本当にいろんな方々がいらっしゃるので面白くもおかしくも すごくね一生懸命やっていただける方もいろんな方々がいらっしゃるのでね、元気もらったりですね、そう、はい、いいですね。本当に前回差し入れもね、はい、いっぱいあってすごく楽しい時間。本当に今こういうのなくなってますもんね、今の時代は。なくなってますね。そうなんですよ。自分自身のこの、老後って言ったらちょっとあれなんですけど、未来もちょっと見据える勉強になるなととっても思います。本当ですね、はい、
ね、みんなで支えられる地域っていうのをすごく本当に特にね子供がいたり、ね、お年寄りだったりそうですよ、すごい、ね、いいですね。改めて、うん、自分たちの地域を良くしていこうと、はい、いうところで、はい、この会合に、はい、ぜひぜひぜひ参加していただきたいなと、地域のことを教えていただきたいなと思います。お友達作りみたいな感じでもねいいですね。はいはい、はい、以上です。以上です。はい以上です。わかりました。緊張してます、ね、緊張してますか。はい、はい、じゃあここで一旦1曲入れますか。じゃあワウケさんのリクエスト曲がなかったので、はい、代わりに、はい、米津玄師さんでと、ダーコさんですね、はい、打ち上げ花火、はい、お聴きください。あとはボリュームでした。マイクじゃ近づけて声があれです。あ、もうこれ性能がちょっとよろしくなくて、ちょマイクに。あ、コメントも来てます ね。あ、来てます、コメント。やった。埼玉からツイキャスで見てます。山内は飲みの席好きだからな。あ、まあ。ギノワンを聞くようになり、3ギガから6ギガにしました。おす。おお。そうですよね、大塚さん。山内さんね、大好きなんですよね。すごい。でも山内さんって強いんですか？強いと思いますよ。変わらないかも、うんうん、分からないです。あのご一緒したことはそんなないので、ケロッとしてる感じですよね。私一回もなくて一緒に飲んだことは。あれそうなんです。あれそうなんです。え、何を一緒にお酒を飲んだことあんまりなくて。山内さんと、うん、ないんですか。あんまりない。へ、私たちがあんまり飲まなくてですもんね。飲む人が全然いない。あ、そうなんですか。です。飲めないんでした。飲めないんです。あ、でしたよね。飲めないんでしたよね。女性がいるとめっちゃ強くなりますあ、お酒が。あ、なるほど。確かに、ね、なるほどなるほど。そう、え、ご本人さんが山内さんが山内さんが山内さんが来てますよ。あ、まあ、大丈夫ですか。どうした。じゃ途中でちょっと来て。あと何分なんです、ね、15分ぐらいまで。あ、シャケの CM もどうぞ。今から入れるので。入れるんですか。シャケの CM? え、はい、何ですシャケの CM か。あれですよ。ボーリングの。あ、ボーリングじゃないじゃないじゃないです。もう、決まってる CM。そう。ボーリングでもめっちゃ流れてます。ボーリング何時くらい流れるか聞きたい。あ、そう、いっぱい流れてますよ。子供に自慢したいなと思って。え、てかデータあげますよ。あ、そうですか。欲しいな。LINE とかで。欲しいな。すごい。思い出になりますよね。そうなんですよ。ね。お家で一生懸命あの結構するんですけど、あのタイミング終わりのかはいあるんです。あ、じゃあ LINE で。LINE 後で友達交換して送ります。ありがとうございます。じゃあ一回も CM CM はいどうぞ。じゃあこれ終わったらチャリティー行ってマークさんの口。またこれってふくふくトークでいいんですか。うん、大丈夫、そのまま行きますよ。そのままケミストリーでいいですか、うん、あ、流さなくてもいいですよ。ずっと流します。流さなくてもいいです。流さなくて、じゃあありがとうございます。最後にじゃあエンディングでちょっと流してもらえれば。何が好きですか。私好きな歌手、あ、ケミストリーで好きな曲ありますか。だから曲名覚えてないんですよ全然。やばくないですよ。聞いたら分かるんですよ。じゃあ愛しすぎてよ、じゃあ最後に。あ、いいですよ。おお、全然もうケミストリーは声はもう覚えてますね。そう、もうこの歌が、あーって歌えるんですけど、曲名覚えてない。だって CD 始まります。あ、じゃあすみません。最後の1分前ぐらいになったらケミストリーかけますね。
はい、この時間はふくふくトークですね。続きまして、社協の方からもう一つね、お知らせと告知と皆様のご協力のお願いの方がありまして、はい、ご紹介させていただきたいんですが、7月1日からですね、9月30日までチャリティーボウリングをですね、はい、開催しております。で、このチャリティーなのでどういったものに活用されるかというとですね、福祉バスの方をですね、はい、購入していきたいというふうに考えております。はい、なんせね、社協のバスは地区じゃないな15年以上経った、ね、車両になっておりますので、そろそろね、そろそろ限界が来るので、そういったところでね、新たな、ね、新車の方を購入できたらなというところで、7月1日からもう始まっておりますが、9月30日までチャリティーの方を開催しておりますので、ぜひご協力の方ですね、していただきたいなというふうに思っております。では、ワークさんの方からチーム対抗戦について少しご紹介お願いします。はい、ではチーム対抗戦なんですけれども、7月28日土曜日、5時半からギノワンボールの方で、4人、1組1チームということで参加となっております。どしどしちょっと参加の方も増えているんですけれども、なんていうんですかね、このチーム対抗戦で、はいはい、商品もありますので。そうですね、はい、これってちなみにどういったものが、これはお楽しみですか？お楽しみがいいと思いますよ。そうですね、お楽しみですね。そうですね、はい、はい、ま、企業さんやこういろいろなんていうんですかね、協力してくれた、はい、いただきながら、はい、そうですね、またこの表彰に関しては、宜野湾市の、市民福祉祭りの方で、今年11月23日に開催予定なんですけれども、はい、そちらの、コーナーで表彰のコーナーを設けて、はい、皆さんと、はいはい、分かち合いたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、このチャリティーボーリングは、7月28日土曜日、17時半からですね、宜野湾ボールでチーム対抗戦の方は行われるということになっております。で、このチケットに関してなんですが、はい、市内の各自治会と、はい、FM 宜野湾さんと、そうです、うちでも取り扱っておりますので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あともちろん社協の方で、はい、ご購入いただけますので、ぜひぜひ協力していただければなというふうに思います。これはボーリングチケットと寄付だけっていうのもできるんですよ。うん、はい、寄付も大募集です。はい、商品提供も大募集です。はい、のでぜひ、はい、お願いしたいなと、はい、いうふうに思っております。まだまだ目標額に達してないというところもあってですね、そうですね、やはりね、はい、バスとなればそれなりの、はい、そうですよね、経費が必要になってきますので、ぜひ皆さん、ボーリングをしてね、寄付をいただくというような形を一緒に取っていけたらなというのを思います。はい、で、すみません、参加費なんですが1500円、はいはい、で、2ゲーム代込みで、靴代に関しては別個になりますので、その点はご了承いただければなと思います。で、すみません、開催している場所なんですが、はい、宜野湾ボールとレーントゥーセントラル、町なとボールの3カ所でですね、行っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、この上位に入った方々、はい、各いろいろ年代別だったりだとか、この部門別っていう形で設定してるんですけど、はい、福祉祭りでね、はい、表彰、去年も ね, ねやりましたね。そうですね、FM 宜野湾も生放送したんですけど、そうですね、福祉祭りも結構盛り上がってましたもんね。はい、あの場でね、あれ今年もやっぱり憩いの市民パークで、いえ、はい、今年はちょっと違う場所を予定しております。場所はかかず中学校区っていうことで、区域っていうところでは、区域っていうことで、あ、そうですね、そうですね、まだ、はい、まだこれから最終の詰めを、はい、担当がすると思いますので、はいはい、いや楽しみです ね, ですね、本当にいろんなね、自治体さんだったり、はいね、すごい美味しいものだったり、楽しいゲームだったり、そうですね、お子様連れがね多かったですね、うん、多いです、いろいろ手作りっていうか、ね、工作だったりとか、うん、そういったものも設けてますので、はいはい、そこで、表彰も、表彰もということで行いますので、はい、ぜひ1位狙って頑張っていただきたいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひぜひご協力の方よろしくお願いしたいなというふうに思います。はい、
綺麗で安全なバスを地域の方々にもまた使っていただきたいということで、はい、そうですね、綺麗で安全な、はい、ちょっとね、はい、横の方がいろいろ傷ついてるそうですね、はい、っていうのもありますので、はいはい、で、もう少し鮭の方からですね、はい、告知の方もさせていただければなというふうに思っているんですが、はい、まずですね、各23の地域の方で綱引きであったりだとか夏行事っていうのがあるので、はい、少しご紹介したいなと思ってはいるんですが、まず市役所の1階のロビーでですね、大山区益城区の綱引きに関するパネル展がありますということで、はい、7月17日火曜日、から7月27日金曜日までですね、はい、市役所の1階のロビーの方で、はい、大山区と益城区、はいの綱引きに関する綱引きの、はい、パネル展が行っありますということですね、はいはい、で大山に関しては毎年行っているということで、益城区に関してはね、昨年は公民館建設等々があってできなかったということなんですが、はいはい、また2年ぶりにやりますということもお伺いしているので、はい、大山の方もそうですね、300年の歴史があるというふうにちょっとあるんですけど、そうなんですね、どちらも大山区の方も益城区の方も区民の安全と幸福祈願がみんな盛り込まれた大綱引きになってます、はいはい、了解しました。私宜野湾区なんですけど、昨年頑張って宜野湾区の5年に1回の綱引きの方も大成功に終わったので、まあ、そういったね、地域の方々とまた触れ合うというところもできるので、はい、綱引きだけだったかもしれないけど、いろんな方々の顔も知れますし、そうですね、お久しぶりですって方も結構いらっしゃったりしたので、うそういったところも一ついいのかな、いいですね。しかも綱引きってね、一致団結しますからね。そうそうそうですね、うん、負けた時の悔しさ、うん、あ、もうね、分かっちゃったり、分かっちゃったり、そういったのいいんじゃないかな。またそういう大人たちの姿を子どもたちが見るっていうところが、うん、あ、面白いですね、うん、すごくいいと思います。はい、はい、そういったところで、うん、はい、大塚健二さんからコメントで、はい、まずですね、埼玉からツイキャスで見てますということで、ありがとうございます。綱引き見てみたいですということで、あ、ぜひ来てください。ぜひ見に来てください。またね、沖縄の綱引きって結構あれですよね、はい、力強い感じで、そう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 、そうですよ ね、県外と違うのかな、掛け声とかがやっぱり違ったりもするんじゃないですか。そういったところ ね、面白いかなと思うので、ぜひ、うん、ぜひ宜野湾区は5年に1回ですので、また5年後綱の激しいぶつかり合いもあるそうですそうですね、はい、あ、そうなんですか。そうです、結構きつかったですよ。あ、やったことないので、ちょっと残念ながら負けたんですけどねだから負けた、五穀、あれもね、五穀工場でした。そうですね、そうですよね、はいはい、そういったところもあるので、はい、ぜひ楽しみながら一緒に参加して、はい、夏場ね、結構沖縄いろんな地域、他の地域でももちろん綱引きをやっていますので、うん、そういったところでね、また沖縄来た時には一緒に楽しめればなと思います。大塚さん、はい、大塚健二さんが掛け声はスイスイですかということで、いえ、スイスイではちょっと力出ないですよね。何でした、何でしたかねもう記憶が記憶がないです。ないですか。スイスイじゃなかったと思います。5年に1回ですからね。そうです、忘れますねということで、すみませんはいはい、社協の方からですね、はい、以上で告知になります、はい、ぜひ市役所の方でパネル展ありますのでぜひ見に来ていただければなというふうに思います。はいはい、えっていうコメントも、そうです、ね、あははっていうか、すみません、すみません、はいぜひぜひ、はい、来てからね、楽しんでみてください。はい、よろしくお願いいたします。本当にね、でもボーリング楽しみですね。私たちもチーム対抗戦で出ますので。あ、そうですね、職場対抗戦でして、はいはい、ありがとうございます。あれで、はい、FM ギノワンも出ますので、ぜひぜひ商品がゲットできるように本当にね、どんなのか楽しみですねそうですよね、今日ね、ヨギさんがすごい疲れてますよね返答が遅いんですよ。そうなんですよ、ね、はい、はい、まあでもね、皆さんでこれからぜひ、はい、改めて7月1日から9月30日までチャリティーボーリング行っておりますので、はい、皆さんからいただいたね、そういう式に関しては、はい、福祉バスの購入という形でさせていただきたいと思います。はい、新しいバスでまた地域の方々が喜んでいただけるようなね、保育園の子どもたちも、そうですね、そういったところで
これも社協の地域還元地域活動ということになってきますので、はい、そうですよね、はい、そういったところで皆さんのご協力をいただいてですね、うん、活動がうまくいければなというふうに思っております、はい、で最後にもう一つですね、UU8FTIMA、はい、7月13日金曜日の、6時半明日、明後日ですね、そうですね、明後日もうすぐいよいよ、はい、明後日なりますので、6時半、はい、普天間産区自治会公民館の方で行いますので、はいはい、ぜひぜひご参加お待ちしております。はい、お願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、そろそろですね、お時間が来てしまいましたので、はい、じゃあいつものように、はい、最後にさよならで終わりたいと思います、はいはい、また来週も聞いてください。ありがとうございました。さよなら。なんかエンディングっぽくない曲を選んでしまいました。エンディングっぽくなくないですか。なってます、なってます。なってます、なってます、なってます。いい感じですね。え、何でした？愛愛愛し愛しすぎて愛しすぎて。